廃棄の車の中で子猫が必死にもがいた。親切な通行人が近づいてよく見てみると、子猫の胸に古くて長い傷があり、長い間工場の近くに流浪し、毛は汚れていて少し触れただけで抜け落ち、栄養不足で体が細く見えた。幸いなことに親切なおじさんが傷ついた子猫を見つけ、餌を取り出して食べさせると、彼はよく匂いを嗅いでガツガツ食べ始めた。食後その人が子猫をそっと抱きかかえ、野良猫にもかかわらず、子猫は人間に深い信頼と親しみを示した。そのおじさんは胸に重傷があるの子猫がタイムリーで効果的な治療を受けられ、健康で元気な生活に戻れるように、動物病院に連れて行くことを決めた。最初医師が子猫の胸の傷をよく診察し、鋭利な器具による傷である可能性が高く、明らかに傷口が悪化し、内部組織が見えたと判断した。医師はすぐに対応して深い感染を防ぐため、傷の周り丁寧に消毒した。その後医師は毛をちゃんと取り、生理食塩水を使ってそれを繰り返して洗った。この間医師は治療効果がある薬を優しく塗ったが、子猫は驚くほどおとなしくて協力した。薬を抜いて医師は子猫に丁寧に包帯を巻き始め、そばにいたのおじさんも子猫の手足を固定して、包帯がスムーズに巻けるように気を配った。結局みんなの協力で子猫の傷口にはきちんと包帯が巻かれた。おじいさんがまた美味しい食べ物を渡して、子猫はまるで再び生まれの力があるのようにガツガツ食べた。その後子猫は動物病院が用意したケージの中で、静かに休んで回復の生活が始めた。医師たちは子猫に塗る薬を慎重に変えたが、子猫の傷はまだひどくてさらに治療する必要があって、それをきれいに指向性物質を注射し、医師は命を救うことが分かった。終わると子猫はケージに戻り、おじさんが食べ物を与えて落ち着かせた。子猫は毎日動物病院で薬の交換と治療を繰り返し、1週間後には傷が小さくなって自然治癒し始め、子猫は治療の時におとなしくした。2週間後子猫の傷は完全に治り、医師とおじさんはとても安心した。彼らは子猫をレスキューホームに連れて行き、多くの愛を与えることにした。そこは野良猫に家とケアを提供する場所で、子猫は彼らと一緒に暮らし、お互い関心を持つようになった。レスキューホームでは子猫世話を受け、たくさんのおもちゃやアクティビティもあったので、寂しさや無力さを感じることがなかった。またレスキュースタッフは子猫のために美味しい餌を用意し、彼は興奮してすぐに前足で掴んで美味しそうに食べ始めた。この瞬間子猫はここでのスタッフとの関係はさらに深くなり、言葉では言えない特別な絆が結ばれた。子猫はレスキューホームで新しい生活を送り、仲間と一緒に温かい家で楽しく生活した。スタッフは子猫が健康で幸せに育つように、これからも子猫の生活を見守っていくと語った。同時に彼らはもっと多くの人々が動物救助活動に参加し、もっと多くのケアと助けを与えるよう呼びかけています。すべての命を守って一緒に努力しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。